おはようございます、トモです。本日はですね、日光の方へ、ちょっと早いのかちょうどいいのかわからないんですけどもね、日光ってのはちょっと微妙ですからね、下と奥とはだいぶ違うので、まあ紅葉毎年行ってるんですけどもね、紅葉に見に行こうということで、ちょっとね朝も早くから動いておりますけど、武蔵村山の方からですね、今、豊島区の方へ帰ってきたんですけども、ちょっと今、時間調整しております。でまあ今日はですね、まあ高速乗っちゃうとですね、ナビもどのナビも同じような案内になるので、まあ強いて今日はナビのレポートはですねあんまりやらないで、また次回ね下道でどっか行ったりするとですね、随分感じが変わってくるので案内しようかなと思ってます。で今日はですね、まあとりあえず、ナビタイムとヤフーナビとゴリラ、本当はグーグルもちょっとねしたいんですけども、まあ、今日はとりあえずね、それとあと、サイバーナビもちょっと型が古いですけども、一応サイバーナビで、ちょっと行ってみようかなと思ってます。で、普段いろんなナビをですね、比較検討とかですね、特にスマホのナビもですね、まあ、どれがいいのかっていうのは実際わかんないですよね。こうやって見ていただいてもですね、地図表記、400メートルとですね、こっちが100メートルなんで、これ400メートルぐらいにしちゃうとですね、やっぱりちょっと、750。まあこんな感じなんですね。ヤフーナビはこのスマホで見ると、まあ、400だと380って書いてますけど、実質ちょっと厳しいですね。相対的な、方向性は分かってもですね、これでナビ、案内しないで通常にナビとして使うのは厳しいですね。ルート設定するとね、あれなんですけど、ルート設定しないで使うっていうのは結構難しいかな。これが、まあ、タブレットで見てるので、こっちはね、ちょっと一概には言えないんですけども、だからまあ、なんていうかな、難しいよね。どれがいいのかっていうのもその好みになりますね。ただ案内の仕方もですね、みんな違いますし、ただ最終目的地に着く時間は大体同じような感じになります。裏道使っていって、幹線使っていって、本当に幹線が大渋滞とかですね、何かの原因で動かないという場合は別としても、自然渋滞の場合は、まあ、せいぜい変わっても2、30分かな。ですからそれをどういうふうに考えるかですね。私はナビはもう補足だと思ってゲーム感覚で楽しんでるので、どのナビも一長一短です。どのナビをご自分たちで使うのかっていうふうに考えた方がいいですね。今はフロントカメラがこう今止まってるとついてるんですけど、フロントカメラ、サイバーナビ今つく方がないのかな。意外に、ね、便利なんですけどね、あると狭い道とか行ったりして、それで一応ですね、これ200m、200なら500になっちゃうんですけども、まあこんな感じの表記ですね。ナビタイムはですね、一応自分でその表示するアイコンの設定、まあ当然、サイバーナビもできますし、ゴリラはちょっと弱いかな。まあコンビニなんかはね、こうやって出るんですけども、このコンビニがすべてじゃあ、更新されてるのかといえば、まあそうでもないんですよね。やっぱりいくらその通信で絶えず更新されてても、誰かがねここできたよとかやめたよって言わない限りはやっぱり出っ走とかないっていうのは相変わらずありますね。まあ、ただナビタイムのこの表記は意外に便利です。特に駐車場に関してはね、なんだっけ、大手の駐車場のああいうのと結んでるので、いっぱいとか空いてるとかっていうのが出るので意外にこれは便利に使えます。ですから駐車場を探すときはナビタイム使ったりしてます。
で通常案内はヤフーナビの方が私は意外にこの通信型のナビは好きですね。あ、 Google も結構使えます。 Google は、Google のマップで検索して、あ、例えば事前に登録してるとこにピッと押せば行けるっていうすごい便利なとこもありますし、情報とねすぐリンクできるのは Google のマップの最大の強みだと思いますね。ヤフーはですね、若干嫌なのが、保険、こんなのいらん、保険とかですね、まあ無料なんでしょうがないんですけど、毎回リセール情報とかなんかね、いろんななんか余分なのがあるんですよね。だからこれがちょっと私的にはですね、ちょっと嫌かなっていう感じになりますね。それでこれね、なんか360度ね、申し訳ないんですけど、これ電池とかすると、なんか乱反射して見づらいですよね。申し訳ないですよね。まあ一応こういう感じなんですね。もうちょっとこう、いまいちなんですよね。まあこうやって宣伝がついちゃうんでしょ。あら、ちょっと触るとこう、うざって感じで。こういうのがね、やっぱアプリっていうのは、ちょっとうざいですよね。まあ、この間、まあちょっとね、今回ちょっとお話ししたいのは、これ中国製のそんなにスペックが悪くない、ちょっと忘れちゃった、タブレットなんですけども、前回 iPad のちょっと2つ世代ぐらいのやつだと、ですね、ナビタイムなんかもフリーズしちゃうんです。で、Google もフリーズしちゃう。で、今回今のところいいんですけども、やっぱりダメなんですね。これ加速センサーついてるって GPS もこう、ついてるタブレットなんですけども、こいつに一番相性がいいのは Yahoo ナビだったですね。ナビでこう遅れるのっても致命的なんで、まあですからそういう意味では、相性もなんかあるみたいですね、タブレットやスマホに関して。スマホはほぼ大丈夫だと思うんですけども。あとバイクでその使う場合はですね、本当にタイムラグはね、ちょっと命取りになる場合もあるので、難しいですね。だから、ただあくまでもナビは目安なので、私も何十年もナビ使ってても、ナビに頼っていくととんでもないことになるなっていうのはやっぱすぐ実感しますよね。知らなきゃいいっていうだけの話、知っちゃうとね、なんだってことは多々あります。ということでですね、これからちょっと動いてみますけども、ですね、このナビのですね、スクロールの仕方っていうのがね、みんな独特に違うんですね。ではちょっと動いてみます。見ててください。はい、曲がりまーす。遅いでしょ、ほら、これ。このもったり感。こうね、これがちょっとね、今500メーターなんで、特にこの前提ですね、やっぱり、カロッツエリアとかですね、まあ、車に搭載型で車速を取ってるナビの凄さっていうのは、地図が動くっていう感じじゃないんですね。ヤフーナビまだちょっとフリーズしてますね。一回いじるとですね、フリーズしちゃったりするんで、パッと出るときにちょっと慌てますよね。タブレットはですね、今んとこナビタイム、でゴリラはもう淡々とやっておりますね。ただこのゴリラのこのナイトそのバージョンのその見え方ってこうなんかこう白っちゃけてんですよね。なんかこう私的にはこのナビタイムはいい感じですよね。ヤフーナビちょっとどうしようかな。
すっていうか、まだダメだね。なんだ。頼むよ、おい。で、ちょっとスケールをちっちゃく。よいしょ。200にしますね。若干ね、この、保護カバーつけると非常に反応が悪くなります。で、これが今200になってます。で、夜はですね、すいません、これ画像がね、チラチラして多分見づらいと思うんですけどね。やっぱり最近こうつくづく思うのは、話しようとか、この360度もですね、かなりもう暑くなってますね。わずか何分だろう、数分でこんなに暑くなっちゃうんで、ちょっとね、大丈夫かなと思いますよね。ですね、まあそんな感じです。なあ、さあ、これで動きます。では、これでどういう形でナビが動くか見ててください。まあ、これはハードの問題もあるのかもしれないですね。連続する、その変な話ですけど、交差点なんかで右行ったり左行ったりしなくちゃいけないときはね、結構やばいですね、このスクロール遅いっていうの。で、ナビ自体の性能っていうのは、ルート設定しないとですね、顕著になんか悪くなりますね。ルート設定ありきの、こういうアプリ型なのかもしれないですね。ルート設定しないで、ただ動かしてるとですね、まあ、いまいち性能的にはこう、持ったりしますね。ナビタイム、私的にはナビタイムのそのルートセットは非常に嫌なんですけどね。一番いいのはヤフー分が意外にやっぱいいかな、タブレットに関しては、朝だとね、朝今もうちょっとで4時ぐらいになるのかな、ちょっと相当早いですけどね、まだ、ということでですね、またね、後からレポートしますけども、こんな感じで、まあ、若干夜この360インスタだとね、ちょっと限界がありますけども、こんな感じでナビ上の画面は見えております。世の中のね、その今60キロで走ってるんですけど、みんなガンガン行きますよね。夜の流れ的には70キロ以上、どんどん行っちゃいますよ。難しいね。だから、その法規を守るっていうのはね、本当難しいですよ。変化出てますよ的なね。ってやつですよね。というわけで、また後ほど。